イトリン。で、この白く美しいカオリンさんはですね、このブラシだったらいつでも OK なんですよ。ただ手が出ると、あ、大丈夫かな、あ、ちょっと顔が固まったね。ほら、もうカオリン手とそんなに変わらなくない？これ、しかも顔の付近の方が嬉しいみたいですね。ブラシはこっちの背中はなんだかもう一つになっちゃうんですよね。こっちを喜んでもらえると嬉しいんだけどな。まあにしてもなでなでが少しでも喜んでもらえるのであればですね、普通の子とちょっとパターンが違ってるんですよね。これはもし里親屋さんのとこに行ったらですね、この続きをやってもらうのがいいのかもしれないですね。やっぱり手はずっと、そうね、時間がかかるかな、手で撫でるには。その前の段階のこのほっぺたですね、ほっぺたや顎、顔の周りをブラシでブラッシングすると、これが喜ぶようですので、これを地道に続けるしかなさそうですね。しませんでしたか。ただで、目やにが、カオリンちゃんには目やには似合わないね。せっかく白いからね。カオリン、ちょっと待っててね。はい、来たよ。はいはい。ハンドちゃん。なんでそこなの、いつも。ハンドちゃん。はい、行くよ。はい、行くよ。行くよ。はい、どうぞ。
くみちゃん、いい感じ。はい、ルーティーンです。おしっぽシュルシュルシュル。ピッ、いい子だね、かおちゃん。かおちゃん、お利口さん、首も大丈夫になってきました。おいしいの、かおちゃん。おいしい、おいしい、おいしいね、かおり。ご飯じゃない時に、まあ、おいさんも撫でてみればいいね。そうだね。さっき2階にいるの撫でようとしたらちょっと逃げた。うん、ねえ、かおちゃん、今度1階にいる時撫でてみよう。